オベアンダーソンオベアンダーソンは、スウェーデン出身のレーシングドライバーであり、トヨタチームヨーロッパの監督。ドライバーとしては、WRC 優勝。監督としては、WRC チャンピオン、ルマンクラス優勝などの功績を挙げた。スウェーデンの中都市ウプサラで生まれる。幼少の頃に父親に与えられた 98cc のオートバイに乗ったのが、初めてのエンジン付きの乗り物となった。 1958年にスウェーデン軍に入隊しパレスチナのガザに国連軍として従軍した。除隊後の1963年にスウェーデンの地方選手権にミニで参戦し頭角を表す。1964年からサーブをドライブしたもののエリック・カールソンの影に隠れる形となった。しかし、カールソンの勧めで1965年もサーブをドライブし、 同年からはランチアもドライブする。1967年にはランチアでラリー・モンテカルロで勝利を挙げる。さらに1971年にアルピーヌ A110 を買ってラリー・モンテカルロで勝利を挙げる。このモンテでの勝利でルノーでのレギュラーシートを約束されると同年、ラリーさんでもオーストリアン・アルパイン・ラリー、アクロポリス・ラリーで優勝する。1972年、ラック・ラリーから 翌年の世界ラリー選手権戦に入り、主にトヨタセリカをドライブ。1975年に、プジョー504で、アーネ・ハーツと共にサファリラリーで、WRC 初優勝を飾った。トヨタセリカ GT4、1995年、サファリラリー優勝者1970年代前半に、アンダーソンは彼自身のチームである、アンダーソンモータースポーツを所有していた。 その活躍が国際ラリー活動を模索していたトヨタの目に留まり、福井敏夫との面会の後、1972年より資金。しかし1974年にオイルショックの煽りを受けてトヨタはモータースポーツ活動を休止し、アンダーソンも日本に呼び出される。しかし直前までの福井敏夫の必死の説得により、トヨタ英二社長の口から聞かされたのは、 今後のサポートを事実上拡充するという内容であった。アンダーソンは日本に行く期中は死刑宣告を受けに行く気分だったが、帰りは希望に満ちていた。こんな経験は人生で二度とないものだろうと語っている。1975年よりトヨタの公認を受け、チーム名をトヨタチームヨーロッパと名乗る。同年の1コラリーでトヨタの WRC 初優勝を獲得する。 1979年にチームの拠点をベルギーのブリュッセルからドイツのケルンに移転し、アンダーソンモータースポーツ GMBH を設立する。デビンの後はセリカを使用し、年数戦の WRC 参戦を続ける。またこの頃日本においては2代目スターレットのテレビ CM に出演していたことで有名となった。CM ではラリーの神様とテロップされていた。 1983年、トヨタのモータースポーツ活動再開により、本格的にワークス活動を開始する。1993年7月には、トヨタがアンダーソンモータースポーツ GMBH を買収し、社名はトヨタモータースポーツ有限会社へと解消された。しかし1995年に TTE はシーズン中に、 ディストリクターに関するレギュレーション違反が発覚し、シーズン全ポイントの剥奪、及び1996年シーズンの1年間参戦禁止という処分を受ける。トヨタ本社では TMG の存続やアンダーソンの責任問題が議論されたが、1997年も WRC 参戦を自粛する形で決着した。TTE は2年間の休止期間中に新規定の WR カーとしてカローラ WRC を開発した。1998年より WRC に正式に復活し、1999年には3度目のメイクスタイトルを獲得する。しかし、トヨタが F1 への参戦を決定するとその役割に集中するため、同年限りで27年間のラリー活動に終止符を打った。詳細は、 トヨタ TS020GT1 を参照。トヨタ TF1022002 年に、会一チームであるトヨタ会一の初代代表として就任し、パナソニックトヨタレーシングとして、会一に参戦を開始した同チームを率いることとなる。しかしデビュー年ということもあり、数回入賞するに止まった。これを機に2003年に代表を退き、その後は、トヨタモータースポーツのコンサルタントとして働いていた。 2008年6月11日に南アフリカで行われたミリガンクラシックラリーの最中に事故死。70歳没。その死はスウェーデンやヨーロッパ各国のみならず関係の深かった日本でも大きく報じられた。ありがとうございます。